レスリー B ランポートはアメリカ合衆国の計算機科学者である。分散システムの先駆的な研究で知られる。文書作成システムレイテックスの最初の開発者であり、その最初のマニュアルの著者でもある。ランポートは自律的に動作する複数のコンピュータがメッセージをやり取りして相互に通信を行う分散コンピューティングシステムの一見するとカオスな振る舞いに 明確でウェルディファインドな一貫性を課したことで2013年のチューリング賞を受賞した。彼は実際の分散システムの品質を向上させるための重要なアルゴリズムを考案し、その形式モデルと検証プロトコルを開発した。これらの貢献はコンピュータシステムの正確性、性能、信頼性の向上につながっているブロンクス科学高校を卒業した。 マサチューセッツ工科大学で九百六十年に数学の学士号をブランダイス大学で九百六十三年に数学の修士号を九百七十二年に数学の PhD を取得した。彼の博士論文は解析的便利文法定式の得意点に関するものであった。1970年から九百七十七年までマサチューセッツコンピューターソシエーツ。 1977年から1985年まで SRI インターナショナル、1985年から2001年までデジタルイクイップメントコーポレーションに計算機科学者として在籍した。2001年にカリフォルニア州マウンテンビューにあるマイクロソフトリサーチに入社した。ランポートの研究は分散システムの理論の基礎の構築に貢献してきた。 彼の注目すべき論文には以下のものがある。これらの論文は論理クロックやビザンチン障害などの概念に関連している。これらの論文は計算機科学の分野で最も引用されている論文の一つであり、分散システムにおける多くの基本的な問題を解決するための以下に掲げるアルゴリズムを記述している。1980年代初頭に ドナルド・クヌースがテックスの初版をリリースしてから、ランポートは本を書きたいという個人的な欲求から、それが後に、標準のマクロパッケージになることを期待して、テックスをベースにしたマクロのセットの作成を始めた。この一連のマクロは後に、レイテックスとして知られるようになった。ランポートは1983年に、アディソン、ウェスリーの編集者であるピーター・ゴードンから、レイテックスの ユーザーマニュアルを書籍化することを提案された。1984年9月、ランポートはレイテックスのバージョン 2.06A をリリースし、1985年8月にはランポートによるレイテックスの最後のバージョンであるレイテックス2.09がリリースされた。1986年にランポートによる初のレイテックスユーザーマニュアルレイテックス、 英ドキュメントプレパレーションシステムが刊行された。1989年8月21日、スタンフォード大学で開かれた Tex ユーザーグループの会議で、ランポートは、レイテックスのメンテナンスと開発をフランク・ミッテルバッハに関することに同意した。ミッテルバッハは、クリス・ローリー、ライナー SCHPF と共に、レイテックス3チームを結成し、1994年に、 レイテックスの現在のバージョンであるレイテックス 2E をリリースした。ランポートは、自走論理の研究でも知られており、アクションの自走論理を導入した。最近の彼の貢献の中には、平行、反応型システムを指定、推論するための言語であるトラがある。彼は、著書スプシファイングシステムズ、ザトラ、ランゲージツールズフォーハードウェアソフトウェア、 エンジニアズでこの言語について記述しており、この言語を数学に対する技術者の反感を払拭するためのドンキホーテ的な試みと定義している。2001年、ランポートの60歳の誕生日を記念して、第20回分散コンピューティングの原理に関するシンポジウムで一連の講演が企画された。ありがとうございます。